みほとけチャンネル。こんにちは、みほとけです。ナム。今日は名古屋に来ております。朝の9時ぐらいですね。今日はですね、ユニットを組んで女神っていうコンビで漫才をやっているSK48 のどんちゃんこと福士直ちゃんの卒業公演の日です。どんちゃんはですね、アイドルを10年半ほど続けていて、ついにご卒業ということで、なんと今日はその卒業公演にて女神漫才披露、しかも新ネタ。はい、もう今日はどんちゃんの卒業公演のために TP こと高橋プロデューサーさんと作りまして、今日は卒業公演でサプライズ登場で披露をさせていただきます。どんちゃんの卒業なのでね、皆さんどんちゃんを見に来ているので、みほとけの一緒にやる漫才がどれぐらい受け入れられるのか分かりませんが、まあ、実はどんちゃんからね、出てくださいって言っていただいたので、はい、こうして東京から来ました。今日はそんな、どんちゃん卒業公演で女神の最後の漫才密着したいと思います。それでは見てください。スタジオにお邪魔してます。あ、おはよう、どんちゃん。あ、本人だ。おはよう。本人。はい、で朝から漫才のリハなんですけども、はい、なんと TP こと高橋さんもいます。うわー、来てる。芸人もいっちょだね。懐かしい。嬉しい。名古屋にまさかの集結。集結。じゃあ、しのりおめでとう。はい、ありがとうございます。なになにこれ、誰から。え、嘘だ。ありがとうございます。特賞 TP。 TP 一応も出してないけど、TP、ありがとうございます。嬉しい。おめでとう。ありがとうございます。頑張ろうね。私もあるんだ。え、みほとけさん、え、ありがとう。これあれじゃん、これ群馬のお菓子じゃない？群馬？めちゃくちゃ最高ですけど。ありがとうございます。本当に名古屋まで。こちらこそ大変なのにお気遣い。あなたお気遣い。早くからね。大変だけどね。頑張ろうね。頑張ります。めっちゃ劇場やこれ。すごい興奮する。ちょっとじゃあ一応尺も見とくから、はい、気持ちゆっくりめにやるべきかと。はい、はい、じゃあやってみます。いつでも。どうも、女神です。よろしくお願いします。2人合わせて女神でした。ありがとうございました。ぴったり4分。おお、ごめん、むっちゃ噛んじゃった。むっちゃ噛んじゃった。一発目だから。女神です。よろしくお願いします。二人合わせて女神でした。ありがとうございました。福士直生誕祭の調査。あ、福士直生誕祭ですね。あとあれだね、一番最初に身元気がなんか、すいません、SKEメンバーじゃないやつが出てきちゃってぐらい言った方がいいかもね。あー、確かに。明るくのように。明るくのように。うん、にこれそうだね、急に始まるんだもんね。そう、ブラックボール明けで急に。女神です。女神です。誰やれ。なんないけど、頭の人しかない。よろしくお願いしますが、後でいい。女神です。よろしくお願いします。ねえ、すいません。メンバーじゃないのに、大事なところお邪魔しまして。お邪魔します。まあ、そうそう、なんかそんな感じ。ようこそ、ようこそ、ようこそ。あ、でもそこぐらいじゃない？ちょっと、じゃあもう染み込むほどやるのもいいね。どうも、どうも、女神です。よろしくお願いします。私が警察署長で、あなたが消防署長です。ゆうくん、どんちゃんがその人一日だけやったことあるよ。ちょっとね。二人合わせて女神でした。怖い、厳しそう。ね、どうも、女神です。よろしくお願いします。女神でした。ありがとうございました。お、壁の方。ね、壁の方がいいね。前の生誕祭です。あ、
漫才リハ終わったんでね。漫才リハ終わりました。うん、これから歌のリハして、また劇場で漫才。頭パン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 楽しみ。じゃあ、頑張ります。さようなら。すいません、お邪魔します。ヒューマンメイドってさ、どんちゃんのやつ？これ。なんか、ファンの人が、誰かと一個目でお卒業とか。ああ、そうなんだ。女の大事なの。あの日付が、なんかドラフト会議の日付。へぇー。お揃いの。あ、すごい。最終日の私服はみんなで、それ着るみんなに着るよって一応 LINE したら着てきたっていう。いいね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 。おはようございます、よろしくお願いします。お願いします。はい、劇場広い。この辺に手を無理したいので、はい、どうしたいか、どうやりたいか。で、閉まってるじゃないですか。出囃子になって、開いて、出囃子の15秒ぐらいかけたいんですよ。12から15ぐらい。あ、オッケー。で、まあじゃあ8分5秒ぐらいで、でちょっと絞って出てきます。明かりは先に煽っててほしいみたいなやつか。酩酊してるとこに飛び出しで行きたい。オッケー。あ、真ん中も行ける。一応真ん中は私どんちゃん開けてるから、開けっぱあの状態で、こう出てくるんだったらあり。あ、なるほど。うんうん、真ん中の方がいいですかね。近い方がいいね。うん、真ん中にします。あ、オッケー。じゃあそうしようかな。ちょっと。結構下から上見る感じになるから、なるべく低い方が顔は見やすい。喋ってる最中にこの動きがあるとめっちゃ聞きにくくなるから、ここで喋るかここで喋るか決めた方がいい。この感じは聞こえてます。全然問題ない。じゃあ全然大丈夫。あとなんかちょっと近すぎる気すけど、ね、2人が近い。じゃあそう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 、どうなん か肩入っちゃってるから大丈夫。よし、この辺にします。聞こえますよね。あ、そうそうそう、それぐらい聞こえる。はい、じゃあ顔覚えてるからなんとこだけ、どんちゃんもう一回マイクに近くで。あ、私が勝った時会場で、ああって言ったやつ、顔覚えてるかな。怖い。その方がメリハリつくと思う。うん、大丈夫です。ありがとうございます。すいません。はい、すいません。
TPTP 写しとこ TP も TPTP イエーイ自腹できましたよ本当にもう嬉しいマジで心強い、ありがとうございますそわそわするまあすごいねスタッフさんの私はびっくりしてますこの劇場スタッフさんのアイドルライブ作ることへのこの手厚い、まあ、お笑いのライブとはまた全然違うマイク番号もらっちゃいました今日私その時19番で19番下やば下ゲストだから、うん、マイク大体ああいうそうなんだ顔見えるねしかもこれ全部ね結構見えますよねうん見えたびっくりした、うん、本当にどこ見て喋ろうえ漫才の時目線どこ見てるんですか今更聞く初心者まあいけるけど、まあ、横ばっかになんなきゃいいじゃん、うん、そうですねオーバミナルンのオーバミナルンの功績がはいあ野球も見てる撮りました休み時間の様子はいありがとうございます写真だと思ったの写真も撮りましたよはいこのようにして合間時間で名古屋を堪能しているっていうだけの映像映ってますけど大丈夫ですかヘアメイクをやっていただきまして今ステージ上で最後の確認をメンバーさんしていてどんちゃんのこの生誕のこれめっちゃかわいいすごいねもう今このメンバーがみんな揃ってキラキラしてるっていう緊張でネタが全部飛んでいるのでちょっと裏で廊下で練習しますだらけだ。素晴らしいです。飾るためだけのドレスに飾るためだけのシンデレラ城でどんちゃんがディズニー大好きだからディズニーのこのパルパルーザを意識したこのリボンすごいめちゃめちゃかわいい